はい、こんにちは、あきちゃんです。今回はテルトーさんに取材をしていただいてて、僕と松原監督が対談しているところ、これがお蔵入りになってしまったので映像をもらい、編集をあきちゃんで流します。テルトーさん、ありがとうございます。見てください。ちょっと二人ともハレーション通しないですか？ハレーション。ありがとうございます。牛しか何食べる？何系がいい？脂身がある方がない方が。ない方がいいです。現役時代も対戦も 何度かあったんですか？そうよね。はい、ありました。そんなめちゃめちゃ多いわけじゃないけど。はい。僕、なんかこう鮮明に覚えてるのが、鹿島のスタジアムで、その時僕ジェフで投げたんですけど、うん、確か僕点取ったと思うんですよね。で、もう一回がエスパルスのホームで鹿島が来て、僕ね、指の骨折ってたんですよ。指、手ですよ。で、その時にもう荒木さん、じゃんじゃん来るじゃないですか。もう手とかで押さえるのもマジ無理で、なんでジャンジャン来るじゃんって何もうクリーンな選手だったのに こうやってもうボールが来たらおりゃーってかってやるんですよ。おりゃーって来る人なかなかいないですよ、日本人で。声出すあの頃はめちゃくちゃアントラが一番強いと思って、ちょうどの頃で強くてどうしようもなかった。本当にアントラが反面でやってた。あ、もう繋いでも前から全員のプレッシングかけて取れるし、うん、蹴っても俺が跳ね返してパスにして攻撃してくるし、ちょうど97年のピークだった、うん、俺自身もピークだったから誰でも来いって感じ。どう、寒さにこっち来て。寒い寒いですね。びっくりしましたよ、僕。いや、でもなんかこう楽しみたいですよね、でもね、うん、そういうことも含めて、食も含めてさ、美味しいし、あ、肉も盛岡牛は美味しいしさ、三角牛っていうのがあって、だからさ、一心サイトで、そういうのをやろうかな。あ、いいじゃないですか。ブージャー牛で、あ、すごい面白い。グルージャーでグルメをこう紹介してるから、お米が最初来させてもらった時めちゃくちゃ美味しかったな。それで漬物とか、やばかった。どうだった、今日みんな帰国ミーティングで。僕もっと跳ね返りあるのかなと思ったんですよ。でも意外となんかこう投げたらちょっとこう跳ね返りがあんまないような感じがして、アクションがいやでもね、それジェネレーションギャップ、そういうことですか。あ、夜もそう思ったけど、でも、うん、あ、今のがああいう感じ、うん、でもいろんなことを考えてるし反応してるし、うん、ビビってきてるやつが来てると思うね、うん。あんま長くならないように、話が好きなんだ。だから俺はびっくりしたんだよね。来るときにそれこそヒデとかゾノからヨシカは話が長いと。その二人に言ってもらってよかった。俺は、もうあいつらが今回集まったメンバーが新郎ぐるでやったら絶対に上がれると思う、うん、そうですよね。上がれないことはないと思う、うん、あのそこだけだと思う、うん、本当に本気になってもう
彼ら、まあ、例えばクリスチャーノとかローガスとか、うん、本当に走って、うん、ボールバってって言ったらもうね、相手なんていないと思う。嫌ですもんね、相手は。嫌っていうところじゃないよね。田中さん、これから昇格目指してよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやマジで僕本当楽しみなんですよ。すごい楽しみ。もちろん僕一人でやることじゃないけど、やっぱりコーチングスタッフもそうですし、アキさんがものすごい大事な挨拶が大事だとかいろんなこと言ったじゃないですか。当たり前の社会人、そんなのは当たり前の話ですけど、まあ、でも それがこそが一番の大事な部分だと思う。できないからね。そういうことですよね。できないから。でもちゃんとやっぱりそういう風にして、スポンサード、例えばスタジアムでも、まあ、スポンサーの人とかファンとか見てる中でサンダルで行ったりとかさ、そういうのとかもちゃんとやっぱ基準を決めてやっていかないと、誰が見てるか分かんないからさ、うん、そういうこう周りにこうグルジアが価値があるっていう風に思われないと価値が出てこないし、うん、評価されないから、まあ、特にモルカの人ってすごいそういうとこ見てるの。言わないよ。十中八九言わないよ。だけど思ってる。あとはまあやっぱり本当現実際明日からトレーニングスタートして、フィジカルベースボールなしのところ、これを僕はちゃんとやっていきたいんで。そしたら練習場がなんか狭いとかなんとかっていろいろあるじゃないですか。だから明日どこだか、ちょっと月曜日だから高いじゃないか。ちょっと分かんないですね、どこが高い。高い。いや広いよ。いやなんか、いや水曜日木曜日がすごい狭いって聞いたんですよ。取れてないとか、なんか人工芝だとか、うん、なんかな、こういう環境だから足が痛いとか、うん、なんかもちろんそれぞれそういうところでやったことない選手はそういう負担あるかもわかんないですけど、当然それは天然芝の方がいいに決まってて、でも他のチームだってみんなそういう条件の中でやってるから、あんまり僕そういうの聞きたくないんですよ。いや分かりますよ、言ってほしいですよ、現実はこうね、実際足痛くなっちゃうのに。でもそれも分かってここなんで、それをなんかもうしょっちゅう僕の耳に入れてくるような、そういう甘い考え方って言ったらちょっとあれだけど、それはなんかあんま好きじゃないですよね。だって当たり前なんですよ、それは。それ分かってやるんで、プレーに出るじゃないですか。そういうのはなんか、そうすると誰のせいにするかっていうと、グラウンドのせいとか、環境がどうのこうのとか、いやいや決めたのお前でしょって、だから今回も話したでしょ一番最初に。でだから今日はそれはグリップだけやる、握るっていうか、まあ、説明したかった。アキさんこれつけますか。いや、つけないですか。そんな飛ばないと思うよ。ですか。そんなに操作する。僕ファミチキが今日昼食べたら股間に油が股間に落ちちゃって、選手に監督おかしいやれっつってうまっ。おいしいね、うん、すごいな、こういう焼肉屋さんの質問さんも全部こっち。え、そうなんですか。そう、コロナ禍になって始めたお店だから。あ、そうですか。キャンプは最初2月4日まではフィジカルのことをベースに結構追い込もうと思ってるんで、うん、だから最初はボール持つところをメインにやろうと思ってるんですね、うんうん、あんまりこうハイプレスとかトランジションでどうのこうのやりますけど、うん、でちょっと様子見ながら最初こんな感じかってやって、うん、あとそうしたら崩しのところとかになるんで、そしたらアルファスペースとかミヤゾンとかああいう話になると思うんで、こんなとこからやります、うん、まあ最初のスタートダッシュは、まあ、理想論ですけど切れるように、まあ、あくまでも
自分たちが主導権、まあ、主導権っていうのは自分たちが意図的にサッカーできてるかっていう意味ですけど、まあ、僕の中で、いや俺もでもそういうですよ、ね、同じで、はい、守備してても相手に自分たちがコントロールしてるってことですね。そうです、そういうことです。だからそれをしっかりとボール持った時、持てる時、持てない時、持てる時は自分たちでボール回して、そうです、そうです。じゃあ後藤さん。あ、監督です。あ、すみません、松原です。松原です。今日はありがとうございます。今シーズンからまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。俺の孫だし。そうなんですよ。いやいやいや、俺がいじめられてたんすみません、今日は。いやいやいや、ありがとうございます。はい、なんかどっちだろう、どっちだろう、ちょっと見上げつかんばさん。いや、それも言ってハレーションにならないかったいや、もうでもさ、盛岡の人は本当にいいし、いい、まあ、盛岡って岩手の人もすっごいいい人多くて、だから俺、ここに残りたいと思った。いや、本当よくアクションやりましたねって言われますよね。何が決め手だったんですか。まあ、こういう人たちだね、と関係する人たちが、まあ、相談しても、いや、お前、俺アクションいなくなったらもう応援しねえからな、ね、みんな言うの、もうブルージャンダメになるぞ、俺にプレッシャーかけてきてどのぐらい悩んだんですか。1ヶ月ちょい、まあ、悩んだからな。監督になるときは1週間で決めたけど1週間で決めてくれって言われたから。でも今日のスタジアム見て改めて思いましたけど、スポーツ文化があまりまだないと思うので、本当はやって今回ワールドカップあって、なんかサッカーの価値を4年ごとで終わっちゃダメだよな。本当だね。バティシュートどうだったの。バティでもあの頃さ、世界のトップクラスじゃなかったね。俺よりも彼からの方がすごかったよ。ロナウジーニョとか今代表戦とかでやっても、あれは異次元のスピードだよ、あの体で。でもちゃんと点取るからね、相手がすごい。そうですね、取りますね。そういう経験ってすごい有利なんですよ。まあ、そういう意味でも、そのブルージャーもね、一回上がったことがあるって、その経験は大きいですね。そのポテンシャルは持ってるっていうのを分かってもらいたいと思うかな。こっからこれを維持して上がって、もう一個上に行くために、もちろん戦力も上げていかなきゃいけないし、だから売り上げを上げていくっていうのもあるし、まあ、もう全部だよ、クラブハウスもそうだし、そのチーム力、資金力っていうところも含めて、すべての面で上げないと、やっぱどうしても落ちちゃう、やっぱりお金がやっぱり、大事な部分は、じゃないところもあるけど、やっぱ大事だと思うし、まあ、松原監督高いからさぶっこんできましたやっぱり何よりも嬉しかったのが、アキさんが早いタイミングで直接言ってくれたこと、これがやっぱり嬉しかったんですよ。これがもうピンとこないとダメじゃないですか。その言われた時すぐピンときたんで、そういうところだったんですか。 J3 って簡単じゃない、本当に簡単じゃない。それってちゃんとしたサッカーを分かってるから上がれるっていうわけじゃ全くないから。なんかもういろいろこう今までやってきたことで、まあ、本当こう今回生かすときになったなって思います。まあでもやっぱりすごいのは、本当一回 J2 に上げてるっていう、ここで経験っていうのは本当必ず生かさないといけないし、まあそこ経験してるメンバーがいたり、悔しい思いした J3 に残ったメンバーもいますし、ベテランもいれば若手もいますし、みんな本当ね、僕すごかったなと思う。みんなチャンス上げてるじゃないですか。上げてきたんですよね。
落っこったけど、でもあれがもう本当これからのブルージャーにとってはすごい大きいと思うんで、昨シーズンのサッカーは基本的にみんなに選手にチャンスを与えたり、もちろんコロナ禍っていうこともあった中でセットプレーがものすごい意識してたと思いますし、守守備ブロック守備組みながら守る意識、コンパクトっていう意識もすごいあったし、結局ゲーム始まると生ものなんで予定通りいかないと思うんですよ。その時にどう自分自身が振る舞ってるかと思う。キャンプも本番は全く違うからね。あ、本当ですか。キャンプでうわ、これ最高って、ね、いいやつ、もう本番になったら全然ダメじゃないですか。本当ですか。これから5人のね交代になっていくから、うん、もうサッカーが変わってくるよね。そうですね。だからワールドカップもそこでうまくその5人を使いながらできたチームっていうものがやっぱり勝ってるし、うん、それはね日本もその一つだと思うし、僕5人マックス変えたいんですよ、うん、でも変えれなきゃしょうがないじゃないですか。こっちが変えたいって思ってもベンチパッて見た時に変えないやつだとダメだ。そうじゃないですか。なんで僕は言ったんですよ。で、僕本当こう喋るコミュニケーション取りたいんで、選手からちゃんと質問してほしいんですよ。質問というかキャッチボール別に通常だけど、釘刺したのは優勝するためのとか昇格するためっていうことが基準だから、そこに対しての物事言えよっていう僕のメッセージだったんですよ。